スロバキアにて、ブラック・フランシスはアメリカ合衆国のミュージシャン、シンガー・ソングライター。ロックバンド、ピクシーズのフロントマンとして最もよく知られる。1993年のバンド解散以降は、フランク・ブラック名義でソロ活動を開始した。1965年にボストンにて生まれる。父はバーの経営者であり。 レストランやバーの経営について学ぶためフランシスが生まれたばかりの頃にロサンゼルスに引っ越した。両親は1960年代のフォークロックのファンであり、その影響でフランシスも10代前半でギターを弾き始める。両親はフランシスが小学1年時に2度別居し、12歳の時にママ父と母と共に教会に通うようになり、その時の経験がピクシーズの歌詞に生かされるようになる。 1983年に高校を卒業した後、フランシスは、マサチューセッツ大学アマースト校に進学し、人類学を専攻する。後にピクシーズのギタリストとなるジョイ・サンティアゴと、ルームメイトになる。サンティアゴはフランシスに70年代のパンクロックや、デビットボーイを紹介し、一緒に演奏するようになる。フランシスは、大学でスペイン語の単位を落とした後に大学を中退し、 ボストンに戻る前に、サンティアゴに手紙を書きバンド結成を提案した。サンティアゴと共に、ボストンに戻った後、フランシスは早速作曲に取り組み、1986年1月にピクシーズを結成した。その1週間後、新聞のバンドメンバー募集記事を読んだキム・ディールが、ベーシストとして加入。その後ドラマーに、ディールの夫の勧めで、デイビッド・ラバリングが続き、 バンドの原型が整った。1987年に18曲入りのデモテープ、ザ・パープルテープを制作し、バンドは 4AD と契約。同年のミニアルバム、カム・オン・ピルグリムでデビューを果たした。ピクシーズは1991年までに4枚のアルバムを発表し、1992年に解散。翌1993年に解散が正式に発表された。 フランシスはピクシーズが解散した1992年の終わり頃からソロアルバムの制作を開始した。1993年3月にフランク・ブラック名義でアルバムフランク・ブラックをリリースしソロデビューを果たし、翌1994年3月にもセカンドアルバムティーンウェジャー・オブザイヤー」をリリースし、プレスからの熱い支持を集めた。1995年に それまで所属していた 4AD とエレクトラレコードを離れ、1996年にアメリカンレコーディングスよりサードアルバムザ・カルト・オブ・レイをリリースした。1997年には新バンドフランク・ブラックザ・カソリックスを結成。アルバムのレコーディングは2日間で終わったものの、所属レーベルとの紛糾により発売延期を余儀なくされる。 翌1998年にセリフタイトルのデビューアルバムフランク・ブラックザ・カソリックスをスピンアートレコードよりリリース。バンドは6枚のアルバムを発表した。かねてからピクシーズ再結成の噂が流れていたが、2003年のクレニ再結成ツアーのためにリハーサルを行っていると非公式に発表された。ピクシーズは2004年4月からツアーを開始し、 北米とヨーロッパで演奏を行った。2005年にスティーブ・クロッパーをはじめとしたセッションミュージシャンらと共に制作したソロアルバムハニカムをリリース。翌2006年には同じセッションメンバーと制作した2枚組アルバムファーストマンレーダーマンをリリースした。2007年に自身の10年のソロキャリアを総括するコンピレーションアルバムフランク・ブラック9303を発表。 同年に、ブラック・フランシス名義で、ソロ活動を始め、9月にアルバム、ブルー・フィンガーをリリースした。2008年には、新バンド、グランド・ダッチーを結成し、2009年2月にアルバム、プティ・フォーズでデビューした。2010年にフランシスは、シンガー・ソングライターのリード、ペイリーと、ペリーフランシスを結成し、2011年10月に、セルフタイトルアルバム、 ペイリーフランシスでデビュー、ツアーで全米を回った。2012年には、ピクシーズとしての作品制作も本格的に始動し、2013年から2014年にかけて3枚の EP である、EP1、EP2、EP3 を発表し、2014年4月に、ピクシーズとしては、約22年半ぶりとなる5枚目のアルバム、インディシンディを発表した。 2009年10月撮影。ありがとうございます。